テルゾ・ミレニオ・ランボルギーニ・テルゾ・ミレニオはイタリアの自動車メーカー、ランボルギーニとアメリカのマサチューセッツ工科大学が共同で開発、製造したコンセプトカー。2017年11月6日にマサチューセッツ工科大学において初公開された電動スーパーカー。このコンセプトモデルが掲げているターゲットは未来のスポーツカーというもの。世界が EV へとシフトする流れがある。 この時代において、ランボルギーニは EV スーパーカーを妥協なく実現するための要素をエネルギー貯蔵と革新素材という観点から定義している。ランボルギーニは2016年秋、マサチューセッツ工科大学と提携し、主に自動車用の新たな素材に焦点を当てて研究に取り組んできたインホイールモーターを搭載しており、4輪の 各車輪が直接トルクを発生する 4WD。これによりデザインと空力性能のニーズに応じた車体ボディの自由な設計を可能にした。また、テルトミレニオはボディの素材に最先端素材の一つであるカーボンナノチューブを採用することでボディ全体をスーパーキャパシタとして活用。スーパーキャパシタは強い電気エネルギーを一気に 重放電できる性能を備えているため、ハイパワーモーターを搭載する、スーパー EV に適したエネルギー源と言える。米国マサチューセッツ州ケンブリッジで開催されたインテックカンファレンスで発表され、ランボルギーニの最高技術責任者であるマウリツヨ、レッジャーには、この車は、実際の生産者というよりも、試行ボックスであると述べ、彼はまた、会社が電気を、 動力源とする車両を直接使用しないことを強調している。スーパーキャパシタの技術は2019年に初のハイブリッドの限定車シアン FKP37 に反映された。リアビューデザインはガンディーニラインの一部とみなされ、ランボルギーニのチーフデザイナーである、ミーティア・ボルケルトと同社のチェントロスティー・レブモンの作品である。テレッツオ・オミレニオは、 将来のスポーツカーの代表としても使用され、ヘッドライトやテールライトなどの Y 字型のデザイン要素に加えて、三角形のフロントトランクトリアエンジンベイを備えたモダンなランボルギーニデザインを継承している。ボディパネルにはカーボンファイバーを全面に使用し車のボディはヘルスシステムによって監視され、乗員の入場はスライド式キャノピーを介して行われる。ありがとうございます。